が先輩だったんだ。兄は自分の存在価値を指輪の力に見出した。両親が死んでから見失っていた自信を取り戻したんだ。でも僕はそれが怖くて、たった一人の兄に置いていかれるようで、指輪が兄を別人にしてしまうような気がして、だから男のふりをして兄についていこうと思ったんだ。でもやっぱり無理だった。バカみたいだよな、我ながら。でも私はそんな先輩が